皆さんこんにちは、森えりです。はい、ということでちょっと前の、VTR ですか、見ていただいたと思うんですけれども、私モーリーファンタジーの今モニターをさせていただいてます。で、全然案件とかそういうのじゃなくて、ただの趣味でやってます。で、ブロガーとかいろいろな活動を今までさせていただいていて、まあ、もちろんタレント活動も含めなんですけど、その中でも、まあ、唯一自分がね息抜きにできることってゲームなんですよ。私ゲームセンター大好きなんです、ちっちゃい頃から。なのでいろんな店舗に行っていろんなゲームをするんですけれども、今回そのモーリーファンタジーさんの方で欲張りパスっていう30分とあと60分遊び放題のカードができたっていうことを聞きましてですね、結構前からそれはあるみたいなんですけど、お子様連れとかの方用なのかなと私は思ってたのでやったことなかったんですよ。そしたら店員さんに聞いたら、絶対にアリスちゃんこっちのが得ですよって言われたので、今回はそれをやってきました。モニター期間が2ヶ月ということで、まだまだ私は遊びまくれるんですが、欲張りパスの詳細をちょっとみんなに伝えてみたいと思います。30分と60分のがあって、30分のはですね、景品ゲーム、まあ、UFO キャッチャーが200円分、そして体感ゲームは遊び放題で、乗り物遊び放題で、そしてメダルが最後に30枚つきます。もうこの時点で結構お得なんですよ。しかも500円だよ、これが税込みで。で、私が使っているこの60分コースっていうのが景品ゲーム500円、そしてあとは体感ゲームと乗り物とかは一緒なんだけれども、メダルがなんと100枚ついてきます。それで1000円です。この時点でだいぶお得なんですよね。私は東京とか神奈川とかの店舗に行ってたりとかするんですけれども、だいぶめっちゃ使いやすいです。で、友達と行った時とかにマリカーとかあるじゃないですか。あれも2人でこうピッて押せば1人分のでできたりとかするので、2人以上で行く方はすっごくおすすめです。だけど私1人で行くので、メダル目的とかに行ってちょちょいと遊んで帰るみたいな感じの生活をしてます。その60分の欲張りパスを使う日はそんな感じで生きております。はい、今回撮れたのはじゃん、かわいいでしょ、もこ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 。この子はなんかまぐれで撮れました。前は甘栗取れるんだなみたいな感じでございました。はい、で、この欲張りパス60分はですね、1000円で何でも使い放題なので、今日はねちょっとブログ感覚でこれを上げてみました。これともう一個ポロンと取れたのがバタコさんでした。はい、バタコさん今回のブログはこんな感じで、モニターやってますよっていうブログと、めっちゃ結構お得ですよってブログでした。お子さんがいる家庭とかはすっごいおすすめです。もう1000円で1時間だけもう好きほど遊んでいいよってできるので、無駄遣いしないでできるかなと思います。それでは森愛でした。皆さんせーの、おつわり、バイバーイ。